神谷昇は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。泉大津市長、大阪府議会議員、泉大津市議会議員などを務めた。大阪府泉大津市女将長に生まれる。1968年、大阪府立泉大津高等学校卒業。1975年、泉大津市議会議員選挙に出馬し、当時26歳で、初当選、4期務める。 1991年、大阪府議会議員に当選し、以降4期務める。2004年に、泉大津市長に就任し、2012年11月30日に辞職するまで3期務めた。2012年9月、自民党大阪十八区支部長を務めていた、遠藤隆氏が日本維新の会に倉替えすると、自民党若宮を大阪第十八選挙区支部長に任命。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪18区から出馬するも落選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では大阪18区から自民党公認で出馬し、遠藤に再び敗れたものの、比例復活で初当選を果たした。当選後、志卒会に所属した。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では大阪18区から自民党公認で出馬し遠藤に3度敗れたものの比例復活で再選。3つの選挙で金銭十字の疑惑が持たれている。2013年岸和田市長選挙、2017年岸和田市長選挙、2017年の衆院選である。2013年11月に行われる。 岸和田市長選に向け、当時、市議吉則を含む二人の自民党市議が出馬の意向を固めていた。同年9月、自民党が市議に推薦を出さないことが一旦決まると、市議は10月4日と10月30日に支持者を通じ、同党大阪府第18選挙区支部長の神谷に、それぞれ100万円、計200万円を渡したとされる。それから5日後の11月4日、 同党岸和田支部は本ニし、市議へ推薦を出す考えをまとめる。これを受け党府連は11月11日に推薦を決定。出馬予定だった市議は、府連から候補者を一本化してくれと言われついに出馬を断念。11月24日に実施された選挙で、市議は初当選を果たした。2017年9月上旬、任期満了に伴う岸和田市長選挙に関連し、 市議と神谷は自民党岸和田支部幹部に対し支援者が集めた党員申込書と党費約112万円の提供を申し出た。2017年9月25日、安倍首相は衆議院解散を表明。その直後の9月下旬に選挙区内の泉市議会議員11人と岸和田市議会議員3人に対し総額210万円を渡したとされる。 神谷は自民党支部から市議の講演会への寄付という趣旨であり、法的な問題はないと主張しているが、現金は他党の議員にも配られた。泉市議会の最大会派、明生会7人のうち、自民系、市議4人には、各20万円、他の市議3人には、各10万円が手渡され、自民系議員のいない、別の会派、5月会の市議4人には、 各10万円が手渡された。岸和田市議会の会派、自民クラブの市議3人には、各20万円が手渡された。両市の市議は、全員数日のうちに現金を返却したが、10月3日、神谷は、泉市議会、明生会市議の自宅を訪れ、同市議の妻に20万円を渡した。同市議は神谷に再度現金を返却した。 2017年の衆議院議員選挙前に、神谷が大阪府内の地元市議に向けて現金を配布した問題で陳謝した。現金配布は公職選挙法には定触しないと主張した。ありがとうございます。